いやあ、せつけいすけだよ。ダイナシデスゲーム、続きやっていきたいと思います。これさ、前回のさ、動画を編集しようって気づいたんやけどさ、これ、文字の中にさ、参加者9人の顔を抱えとるで、でもさ、このダイナシデスゲーの棒だけさ、口元だけさ、映っとるこいつさ、まあ、他のキャラクター見た感じ、主人公なんだろうけど、これ。けどさ、口元だけってところがほんまにこれ主人公なみたいな俺ほんまに主人公な、別の誰かじゃないのみたいな、そういうさ、なんか後々これ伏線になってるんじゃないですかみたいな感じを見つけました。本当にそうなんかもわかりませんけど、続きやっていきます。これか、確か親友のやつが名前忘れた親友のなんか、陰キャの配信者、陰キャパリプ配信者が、悪役でした、みたいな感じで終わったよな、前回のパート。それがよくわからんままやけど、カタ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 、カタカタカタ、って感じで、秋月が、いかにも仕事してます、アピールみたいな感じでカタカタやってますね。え、ターン！よし、投稿完了。今のな、ターンってなんなの、お前。麻雀でローンっていうような感覚でターン言うてたろ、お前。誰にアピールしてんだお前一人だからな。今回の動画編集とかめちゃくちゃ頑張ったし、再生数絶対伸びる。わ、これ伸びないやつだ。わかる、俺にはわかる、それ伸びないやつだ。少し後、反応悪いな、全然伸びない。わ、当たったわ。そうだよな、動画ってさ、自分では面白いと思っとってもさ、他の人からあんまり好評じゃなかったりするからな。シューン頑張ったのにな。いや、こんなんで落ち込んでる時間がもったいないよね。人気のストリーマーってみんな新しい動画ガンガン投稿してるし、僕も次の動画のネタ探そうっと。これが底辺配信者の実態です。あ、この人のチャンネル、最近よくおすすめに出てくるな。へえ、ダンス動画か。わあ、すげえ、めっちゃ動きキレキレ、すごいな、僕には真似できない。はは、僕には真似できないよ。この人はたった数十秒の動画で再生数こんなになるんだ。ああ、いいな。わ、俺が有名な人やのに対する劣等感みたいな、そういう思考と全く同じようなこと考えてるわ、こいつ。いいなーって。あの人、あんだけ再生回数伸びて、いいなーって俺も思っとるけな、いつも。そんな感じじゃ、俺わかるわ、こいつの思っとること。そして出てきた、バッドアップル。BGM がもうさ、台無しないよな。すでに BGM がさ、なんか、チャランポランっていうか、台無しなんだよな。クククこれよりデスゲームを再開する。ほう、ちょうど今から料理しようと思ってたところなのに。おい、バッドアップル、アリちゃんが料理作るんやぞ、お前。それぐらい待ってあげたらどうや、お前。アリちゃんの料理食いたいだろ、お前やって。俺は食いたいぞ、お前。この食堂にもこれ見よがしに大きなモニターがあると思ったら、案の定ゲームマスターくんのご登場ね。くくく、よーい、周到だろう。え、服が焦げてるこれ。え、ま、待って、もしかしてこっちの姿映ってる。カマかけてるなそうか、電気ビリビリになってるから服ちょっと焦げとったりするんかな。めちゃくちゃいじられてる。くさ、えじ、やっぱ映ってないんじゃ。大事、どこも焦げてないし。大事にならなくてよかったね。ベニファルコン石崎さんにお礼しようね。あ、うん、ありがとう。どういたしまして。あ、うん。バッドアップル、お前実は陰キャだろ。じゃなくて、デスゲームを再開する。あんたさっき危険な目にあって、ベニファルコン石崎に助けてもらったばっかなのに、まだ続けるつもり？画面越しじゃなくて、ちゃんと出てきて説明しなよ。あんまりふざけてるようなら、
一遍カツ入れてやってもやめておいた方が泣くで、バッドアップル。そのうち泣くで。だな、デスゲームでゲームワーサーに突っかかったら殺されるやつだろ。絶対鼻で笑いながら言うやつだろお前。はいはい、殺されるんでしょ、突っかかったら殺されるんでしょ、はいはい、それは大変なことでしたねみたいな。すごい煽ったような、鼻で笑うような言い方してるんだろうなこれ。え、ガタ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 、どうした、バッドアップル壊れかけの洗濯機みたいな感じのガタガタガタってお前。ガタガタ、そのガタガタの文字さ、なんか青鬼のたけし以来やぞ見たん。え、もしかしてバッドアップルさん震えてる、なんだ恋しくて恋しくて震えてるパターンのやつかお前。マジ、なんかごめん、別に殴ったりしないから。って声だとまるで私が悪役みたいじゃん。突っかかったところで直接殺される気配皆無だけどね。バッドアップルめっちゃバカにされてるなお前。とにかく全員揃ってることだし、リベンジマッチだ。一番死にそうになってるのバッドアップルだからな。本当に、あー俺の本当にいいのことを無視されてる。おいペカサス。あ、秋月おらんのやな今。全員じゃないね、秋月さんがいないよ、さんって。おお。ペガサスも名前覚えてないんか。わかるわ、俺人の名前覚えるの苦手だからな。ところでペガサス、お前さ肩幅そこそこ広いのにさ、なんでお前お腹から下えらい細いなお前。逆三体形になってるなお前。お前腕細いのに割と逆三体形だよな。というかその秋月くんってまだアリちゃんもハテナじゃ覚えれてないんじゃ。さっきの投票の時いたっけ、おったっけ、覚えてないよ、うん、おったんじゃん、うん、いたいた、そうだっけ、え、ああそれはああ秋月は腹痛いから部屋で休んでるってよ。そうなの、大丈夫かな、そっか、それは大変だなし。うん、お前小室衆半端ねえな、バッドアップル、お前小室衆が半端ねえなお前。絶対お前リアルでは人と話さないタイプだろお前。仕方ない、彼には休んでもらおうか。なんで急に棒読み、しかもこのデスゲーム体調不良で欠席は可能なのか。そっか、それではゲームの始まりだ。おいスルーするなお前。これが会社だったらさ、体調不良で欠席してもいいっていうのはすごいホワイトなんやけどさ、デスゲームだからなこれ。ホワイトなデスゲームってなんだよお前。ああ、処刑、あ処刑から始まるんじゃんお前。あ再会ってそういうことですか。再会ってそういうことなんじゃ。また何の手がかりとかもなしにさ、処刑の対象者選ばされるんじゃお前。いやいや学べやお前、さっきの反感があっただろお前。いきなり投票と言われてもどうすればいいかわからんみたいな感じで言われただろお前。学べやお前。いやこれさっきの全く一緒じゃん。相変わらずいきなり投票なのか、学べ。全く付き合ってられないな、私は部屋へ帰る。これは死亡フラグです。その後彼は変わり果てた姿に。人を勝手に殺すな。まあ死ななそうなゲームやけんな、人がいくら緊張感ないっつっても、このシチュエーションの中でなんでどいつもこいつも自分から死亡フラグ撒き散らしてんだよ。そろそろ始めてもいい。置いてきぼりにされてるバッドアップル。そうだね、デスゲームは困るけど、バッドアップルさんの考えをちゃんと聞かせてもらいたいな。そうだぞバッドアップル、お前いかにしてまた同じ過ちを繰り返そうとしてるんだお前。何か新しい要素を考えとるんか、頭の中では。今回は裁判の時間を用意したから、トガ人を選び出すのだ。トガ人って、それに裁判と言われてもね、証拠もないよ。何の罪を裁判だお前。え、なんだバッドアップルのことを
をいじったやつ、いじった犯人を探し出せって。全員だな。多分今のところさ、バッドアップルに対してさ、いじりを繰り出したやつって全員な気がするわ。だったら裁判の時間が終わるまで放置したらいいんじゃね。誰にも投票しなかったら投票が無効になるかも。え、そう言うてお前さ、ガビーンってなっただろお前。もう一回ガビーンってなりたいんかお前は。まあそれは無理。あれだな、これグッドチョイスとかあるんだ。うん、ベニファルコン石崎ちゃんの言う通り、それだけ、それだと心くんが危険だよ。お前も学んでないな、さっきのパターンのやつ。お前も学んでないな、お前。そうね、最初の投票では時間切れまで放置した場合、左上に表示されていた心くんに自動で投票されていたわね。絶対アップデートされてないからな、お前。この投票システム絶対アップデートなんかされてないからな。あ、そうだった。そうだ、みんなで自分に投票したらいいんじゃない。おっと、だとしたらさ、欠席しとる秋月が危ない気がするけどな。これ欠席しとる件0票です、自分に入れてないから0票ですみたいな。そしたら全員1票ずつになるじゃん。さすがに全員処刑ってことはならないんじゃないの。自分に投票できないっていうシステムなのかな。できないらしい。あれ、ほんとだ、この投票画面ベニファルコン石崎ちゃんがいないんだね。ああ、そうかそうか、このタッチパネルから選ぶタイプやけんさ、自分のアイコンがないってことはみたいな感じか。え、マジじゃん。最初の投票の時もそうだったわね。ということはベニファルコン石崎さんは絶対に投票されないから安心だね。え、そうなん。ベニファルコン石崎めっちゃラッキーじゃん。え、待って、そういうことなん。デスゲームなのにさ、絶対安全な立場におる人間がおるってどういうことやねんって話か。あれか、画面用意してくれてないんかよ。クソゲーだなおい。ベニファルコン石崎の投票画面なしなんだよ。ラッキーというか、なぜ一人だけ投票画面にいないのか気にならないか。何か意図があるのかしら、ゲームマスター君。それは、わあ、絶対意図がないんだ。ミスで、なんか業者の発注ミスでそうなりましたみたいな、こういう裏での何か失態がありそうな気がするわ。まあそもそも仮に全員が自分に1票ずつ投票できる状況だったとしても、もし1人でも裏切ったら2票ずつ獲得するやつが出てきて、そいつが処刑されるってオチだな。よくあるパターンのやつやな。裏切る人なんていないと思いたいけど、絶対にいるとは言わないが、絶対にいないとも言い切れない。そうね、まだあまりお互いを知らない状況で、個人個人の良心に任せるのは危険すぎるわね。私はみんなのことを信用したいな。おお、アイリちゃん、やっぱ君はマイエンジェルだわ。あ、やべえ、俺個室に置いてたタブレット持ってきてない。私も。てかみんな持ってきてなくない。あれがなかったらどの道投票できないじゃん。あっ。注意喚起しろよ運営。投票にいるので絶対持ってきてくださいとかアナウンスしとけよお前。段取り悪いなバッドマン。だ、誰か一人が代表で投票するのだ。このモニタータッチパネルになってるから。意外と設備はまともなんだな。へえ、代表者は気に入らない人に投票すれば間接的にその人を殺せるわね。ええー、そんなもうむちゃくちゃ。確かに代表者一人に俺ら全員の命握らせていいわけ。そもそも先ほどから投票が無効になる前提で話を進めているが、実際に無効になるというルールはあるのか。え、そこまで考えてなかった。バッドアップル、お前脳みそリンゴなんか。お前脳みそリンゴでできてるか。お前脳みそまでリンゴでできてるな。お前絶対ガバすぎるんだろマジで。例外ルールか。そうだな、例えば今裁判に参加してない黒場にいないやつに投票するとか。黒場にいない。じゃあそれで。なるほど。
なにあ、これバッドアプリに投票できるんじゃねえの。もしかしてバッドアプリに投票して、俺、僕が重票だととかなるんかな。バッドアップル、その場合はお前自分で自分の首吊ってくれ。念のため確認なんだけど、今この場にいない人に投票したら初級は無効になるってことでいいんだね。そう、それならよかった。あ、マジ？それいけるじゃん。秋月か、秋月ちょうどおらんけん不思議投票すれば無効になるわみたいな。ほんとだ。あ、マジだ、ダメじゃん。やばい、投票のカウントダウン始まっちゃった。ゲって言ってる。その顔でゲって言う、逆に笑えるな、無表情で。はい、カウントダウンしてます。で、誰が代表になるの？ベリファルコ石崎、投票して。オッケー。秋月、はい、赤月に投票しました。誰も いないんでね。バッドアップルの悲劇、バッドアップルの悲劇が始まりました。よし、さすがベリファルコン石崎。これさ、別の人に投票したらどうなるんだろうなっていう、見てみたいなっていう気がしますけどね。秋月くんはここにいないから、これで処刑は無効ね。勝手に投票しちゃって申し訳ないけどね。ベリファルコン石崎、なんか投票押し付けたみたいになってごめん。でもお前なら信用できるし、間違いないと思ったからさ。そうだぞ、ベニファルコン石崎は正義の味方だからね。待って、これなし、これ以降この例外ルールはなし。は？あだたちでルール変えられるのって一番悩むやつなんだよな。そうだそうだ。てか投票されたくないんだったら最初から秋月に投票できないようにしておきような。そこまで頭回ってなかったな、バッドアップル。結構頭がリンゴ、脳みそリンゴ野郎め、脳みそリンゴ野郎め。というか、なんで余計なこと言うの。投票してもいじるからちょっとタイムを。おその場その場で調整加えれるんじゃん、お前意外と。お、割とお前ソフトのコンピューターそれシステムエンジニアってやつできるんじゃないのか、お前。おい、そのクソダサ画面やめろ。お前はクソダサ画面、え、お前はクソダサ画面に何か恨みでもあるのか。休憩時間みたいだし、みんなでご飯にしよっか。やったー、愛理ちゃんのご飯だ。何かな、ハンバーグを食べさせてください、僕に。サブイベントじゃ、サブイベントとかあったわこのゲーム。オッケー、愛理ちゃん、あー、イリちゃん、君の笑顔が食べたい。あ、ベニファルコン石崎ちゃん、冷蔵庫の中特に野菜が果物がたくさん入ってるみたい。トマト、リンゴ、かぼちゃ。なんて読むんだ、アイちゃん。そんな難しい漢字で書かれたら俺わからんのよ、漢字苦手すぎてわからんのよ。なんでか、ナスだったっけこれ。さくらんぼ、何でも作れちゃうね。調味料とかない、果物とか野菜、果物だけでさ、どんなもん作ろうお前。わーいってめっちゃハート出てる。もう可愛いから許す。バッドアップルさん、どれくらいで戻ってくれるのかな。なんかぐだってるし結構かかるかもしんないけど、一応本人はちょっとって言ってたからすぐ戻ってくる予定なんじゃない。いや、あんなさ、テンパっとるやつ、テンパっとるやつをちょっとって、ちょっとじゃないぞお前。そっか、じゃあお料理は簡単なものがいいよね。いやあ、愛理ちゃん、お料理よりも君の笑顔が食べたい。秋月くん、お腹の調子悪いみたいだし、トマトのオムレツを作ろうかな。いいね。でもトマトオムレツとお腹痛いのって関係ある？うん、トマトやオムレツは消化にいいんだよ。そうなんじゃ。生卵や片茹で卵は良くないんだけどね。へえ、そうなんだ。ベニファルコン石崎は知ってた？知らんかった。へーへーへーってへーボタン押したなるわ。だよね。でもベニファルコン石崎ちゃん、お料理手伝ってくれるって言ってたから作るのは得意なんじゃないかな。マジで？え、リアルの切なケースケ全然料理できんねんやけど。なんなら料理って家庭からの授業でしかやったことないんやけど。そうなんだ、すごいじゃん。できない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 
できないよ。俺はできないよ。包丁とか凶器にしか使わんもん。いや、凶器にも使わんわ。でもさ、トマトは苦手な人いるかもね。あ、そうだよね。ベニファルコン石崎ちゃんはどう？トマト好き？え、好きでも嫌いでもないな、俺。トマトは。食えんことはないけど、好きで食いよう感じでもないしな。まあ、好きにしとこうか。よかった。私もトマト大好きなの。あー、やったー。この映画を見れるんだったら好きって答えとってよかった。みんなもトマト嫌いでもアリちゃんの前だけでは好きって言ってあげてね。この笑顔が見れるんで、この笑顔が見れただけでトマト嫌いでも食べれそうな気がするんで、まあ俺食えるけどさ。家の近くにトマト農園があって、そこのお兄さんがよくお裾分けしてくれるんだよ。そうなんじゃ。絶対そこのお兄さんアリちゃんに気があってお裾分けしてるわ。もしアリちゃんがめっちゃブサイクだったらお裾分けだから一回もしてくれてないと思うわ。アリちゃん可愛いからな。会うっていう口実でお裾分けしに来てるパターンだと俺は見たね。トマト好きかどうか他の人たちも聞いてみるね。卵アレルギーも確認しないとね。ビニファルコン石崎ちゃん、また後でね。いやー、もうちょい隣でおらせてくれよ。はぁ、お前、おい、アリちゃんの隣の席は俺やぞ、お前。この企画って何時頃終わる予定なんだろう。あんま遅くなるなら門限やばいかも。お、結構真面目ちゃんだったわ。門限やばいかもって気にするぐらいの真面目ちゃんだったんか。特に須藤、執事のやつがうるさいんだよね。執事？お前割と金持ちなんか。未来ってお嬢様なんだよ。あ、未来、え、未来、未来ってなんだ、未来ってなんだ。しずちゃんのメイドさん、コックさんたちがいるの意外だね。あ、これでミラって読むんじゃ。未来って読まんのじゃ。言いどけとんやな。あ、やっぱお嬢様って言うと何々ですわよみたいな想像する。でもさ、門限執事は厳しくない？小さい子じゃないんだから。そうだね。特にこのお胸が小さい子じゃないですね。意外とスタイルいいんやけど、もうちょっと伸ばしてくれてもよくない？あんまり遅いとミラのことが心配だからだよ。それは分かってるんだけどさ、ちょっと過保護すぎっていうか、ミラの お父さんとお母さん、お仕事でお家にいないこと多いよね。なんでそこまで知ってんの、アリちゃん。お前ら結構知り合いないんじゃ。なんでそんなプライベートのこと知ってんの、お前ら。だからきっと、執事さんたちは、ミラの両親の分も、ミラのことを大事に思ってるんだと思うよ。まあ、確かに大事にされてる感はするかな。使用人、みんないい人ばっかだしね。うん、うん。アイリー、詳しいね。あ、私たち友達なの。そっか、言ってなかったね。学校とかは別なんだけどね。アイリーとはコラボ配信もよくしてるんだよ。あ、そんな感じ書くんじゃ、アイリーって。もう普通に漢字とかさ、パーソナルの部分教えてくれるやん。ダイエットにいい運動と食事の組み合わせの紹介とか、食べ過ぎちゃった時のための簡単な運動の紹介とかね。そうだ、今度ビニファルコン石崎も一緒にコラボしない？わあ、いいね。ベニファルコン石崎ちゃんも動画配信とか投稿してるの？してるわ。てか実際絶賛今動画撮ってますけどね。みんなごめん、俺の動画に出てもらってる。マジ？もしかしてめちゃくちゃ人気のストリーマーだったりする？うん、まあ人気やけど、人気やけど見え張ったったわ。見え張ったったわ。最近全然再生回数稼げてませんけどね。また今度打ち合わせとかしよう。楽しみに。わ、誘われた。クラブに誘われるとか俺あんまっていうか全然経験したことないから、すごい新鮮な感じがしました。さっきも言ったが無駄話をする気はないぞ。まあ俺も、もう私も話すことないんすけどね。だったらなぜ話しかけた。お前一袋かかって楽しんでるだろ。とにかく私から話すことはない。以上だ。金平さん、個室に残っていたかったみたいなのに。
仲間は無理やり食堂に連れてきてったから怒ってるのかな。ああ、マイエンデルが気にかけてくれてるな。アリさんどうしたの。あ、あの人、金平さんだよね。メンタリスト系ストリーマーの。メンタリスト系ってなんだお前。ダイゴみたいな感じで自分の名前アルファベットで書きやがってお前。絶対ダイゴ意識してるだろお前。金平さんの占いよく当たるって評判で、それに占いだけじゃなくてお悩み相談とかもしてるんだよ。金平さんもストリーマーだったんだね。動画にはいつも顔は映ってないけど声が一緒だし占い師さんみたいだし間違いないと思います。金平さん、リスナーのさんの相談にいつもすごく親身になって答えてるからとっても優しい人なんだなって思ってたんだけど、そのちょっとイメージと違うなって。それは配信者大体そんなもんなんじゃないかな。俺だってさ、これえらいベラベラ喋ってるけどさ、リアルじゃ結構人見知りでさ、ね、陰キャやけんな。そんなもんなんかもしれんよ配信者って。まさかアイリーちゃんさ、現実っていうかさ、配信外っていうか日常生活ではえらいさ、それウケるわみたいな感じでさ、すごい荒っぽい喋り方するようなギャルだったりせんだろうな。大丈夫かな。え、でも声は一緒だから同じ人だと思うんだよね。もしかしたらまだ緊張してたりみんなに遠慮してるのかもしれないね。そんな感じの見た目じゃなかったけど、もう少しして周り打ち解けていったら、アリさんがよく知ってる配信中の優しい金平さんの姿も見せてくれるんじゃないかな。そっか、そうですよね。わあ、かわいい。アリちゃんいつも笑顔がパーってなってかわいいんだよな。キスしていい。それにアリさんが配信見てくれると、見てくれてることを知ったら金平さんも喜ぶんじゃないかな。今まで話せてなかったけど後でお話ししてみようかな。そうだね、プロテインだね。金平さんがアイリさんの話の通りの人ならとても他人思いの人だと思うけど、きっとみんな仲良くなれるよ。ほんまかな。だってさ、お前アイちゃんが言ってることを耳に入ってて実は頬をあがらめたりしてないかな。ポーカーフェイス気取ってるけど頭の中じゃ、あんな可愛い女の子に動画見てもらえてたなんて感激だーみたいな感じで思ってたのに、思ってるんじゃないのかお前。おい、そんなに何も喋らないキャラがかっこいいと思ってるタイプかお前は。無口キャラがさ。ここ県外になってるんだな。意外としっかりしてんじゃん。館内に Wi-Fi は飛んでるみたいだけど、パスワードわかんねえし。ちょっと爪が甘いところあるな、バッドアップル。やっぱお前連続ログイン日数途切れんじゃねえこれ。ああ、うん、個室のタブレットとかは Wi-Fi でネットつながってんじゃね。普通に通話できてたし。あれ、もしかしてシナノって、あの、シナノゲーム実況者の、あ、ゲーム実況者さんだったんじゃ。おわ、俺と同業じゃん。同業者じゃんお前。そうだけど、マジどっかで聞いたことある声だなと思ってたんだ。誰だっけなーってずっと考えてたんだけど、シナノあんまり顔出してないじゃん。だからさっきまで気づかなかった。有名人？うん、登録者数めっちゃ多い。ゲームすごい上手いし、あとちょくちょく暴言っぽいの出るからたまにプチ炎上してる。ああ、そういう人おるよな。なんかちょっと炎上させるぐらいの方がさ人気出るわみたいな人おるよな。草。お前はその草燃やしてやろうか。ゲーム実況者は他にいくらでもいるんだし、俺が嫌なら他のやつ見りゃいいんだよな。おお、そのスタイル俺も一時やっとったわお前。他にゲーム実況者ってたくさんおるし、このゲーム実況してる人は他にもいるんだから、俺が気に食わないんだったら他の人を見ればええやんみたいな感じで思っとった時があったな俺も。ああ、今はそんなこと思わんけど。俺は俺の配信を見てくれるリスナーにはできるだけ嫌われたくないって思っちゃうな俺も。もう今となってはさ、そうやな、数少ないファンを大切にしたいなって思うよな。
低評価とかつくと結構へこむし。ていうか好きだとか嫌いだとか結局個人の好みの問題なんだよな。俺の配信が合わないってんなら、もともと俺が意図してるリスナーのターゲット層から外れてるわけ。俺は俺のことを嫌ってる奴らのために配信してんじゃないし、そういう奴に合わせる必要があるとは思わねえな。まあ、シナノらしいったららしいけどな。なんかクソみたいな上から目線の説教コメントする奴とかいるけど、俺のこと嫌いならしょうもないこと書き込んでないで他へ行けばいっていう。でもそうやって強く出れるのはぶっちゃけ羨ましいかも。お、なんかそれでもさ、そんな中でもな、なんか思っとることがあるっていう顔してるな。え、俺なんか変なこと言った？は、初対面でグイグイ来られるのきつい。俺コミュ障だから。いや、さっきまで絶対喋ってたじゃん。つかみどころないキャラだった。なんかさ、この二人仲良く並んでますね。ふふ、なかなか面白いことになったわね。ねえ、あなたは最後まで生き残れると思う？ああ、ノエルちゃん無理かもしれん。ああ、無理かもしれんわ。ノエルちゃん、ノエルちゃんが助けてくれれば助かるかもしれんけど、俺無理かもしれん。あら、そうなの。だったらあなたが死ぬ前に頼みがいことがあるのだけれど。なんだ？キスしてくれって言ってるんだ。キスだったら俺いくらでもしてあげるよ、可愛い女の子には。ノエル、あんまり他の人たちを怖がらせるようなことを言うのは感心しないかな。ふふ、兄さんこそ他人の心配より自分が生き残る方法を考えた方がいいんじゃない？兄弟なんかお前ら。え、だってこういうシチュエーションで兄弟揃って生き残ることなんてまずないわよね。兄弟なお前ら、なんかお前ら参加者の間で何か関係性っていうかちょいちょいあるな、このゲーム。ああ、そうなんだ。僕とノエルは兄弟だよ。ノエルが怖い話に夢中なのは悪いことじゃないと思うけど、あまりそういうことを言われると、ベニファルコン・石崎さんも困るんじゃないかな。え、別に？ええ、ベニファルコン・石崎くん、怖い話は好きって言ってたものね。そうなんだよ。どっちかって言ったら好きかな。あ、そうなんだ。だったらいいのかな。ま、ほどほどにね。またいろいろお話ししましょうね、ベニファルコン石崎くん。ノエル、楽しそうだね。ベニファルコン石崎さん、仲良くしてくれてありがとうね。あら、子供扱い心外だわ。兄さんこそ一人暮らしは順調なの？めっちゃ心配されてるな、妹に。ちゃんとご飯食べてる？夜ちゃんと眠れてる？おかんやないか。一人暮らし始めたてのおかんやろ。一人暮らし始めたての頃のおかんやないか、お前。LINE とかでちょいちょい連絡取りに来るやつじゃん、お前。だ、大丈夫だよ。ベニファルコン石崎さんの前で恥ずかしいからやめてほしいな。クローゼットに何かいたり、家具の配置が変わってたり、鏡に何か映ったりしてない？いや、ストーカーやろ、それ。心霊的なもんというより、ストーカー的な感じのものを感じるな、それ。大丈夫だから。多分。多分ってなんだお前、何か心当たりあるんか。実はそういえばあるときみたいな感じのことあるんかお前。出ないとお前、多分って言葉は出てこんぞ。なかなかなわけあるかって思うわ、今のシチュエーションは。ふふふ、怖いわ。多分って思えるお前、怖いわ。よっしゃ、そこそこ話しただろう。では次のステージへ進んでみようか。 GO。 秋月は、秋月